バイロン・パットン、パット・ハリスンは、ミシシッピ州の政治家である。民主党員として、1911年から1919 19年まで、下院議員を19、1919年から死去するまで、上院議員を務めた。ミシシッピ州、クリスタル・スプリングズで出生した。地元のミシシッピ公立学校で学んだ後、バトンルージュに位置するミシシッピ大学と、ルイジアナ州立大学に短期間通った。 法律を学んだ彼は1902年に弁護士資格を取得し、ミシシッピ州リークズビルで開業した。ミシシッピ湾岸の地方検事として4年務めた後、1911年に連邦会議員に当選し、以後3度再選された。彼はウッドロー・ウィルソンの対メキシコ政策や対ドイツ政策を強く支持した。1918年には、 ウィルソンの政敵であるジェームズ・ケーバー・ダマン、上院議員を破って再選した。ハリスンは非常に有能な政治家にして優秀な演説家であった。選挙区の意見をよく聞き、地元に戻れば情報や事業、便宜を供与した。1928年、彼はニューヨーク州知事のアル・スミスを大統領に押し、南部全域で彼のために運動をした。 1932年の民主党大会では、重要な3度目の投票で、ミシシッピ州代表団をフランクリン D ・ローズベルト支持へと動かし、ホワイトハウスで歓迎されるようになった。影響力のある上院財政委員長であったハリスンは、1935年の社会保障制度の創設を支持した3人、または4人の重要人物の一人であった。彼は、低関税と、 固経的貿易協定を推進した。1937年に上院院内総務職が欠けると、ハリスンは同職に立候補した。彼の得票は、ケンタッキー州のアルバン・バークリーと同立となった。ハリスンの選対本部長は、もう一人のミシシッピ州出身上院議員であった、セオドアジー・ビルボーに対し、同郷のハリスンへの投票を検討するよう依頼した。 オザク実りの多い地域を地盤とし、人種攻撃の先導家であった、ビルボーは豊かな農家や商人を代表する上流階級のハリスンを剣をしていた。ビルボーは、直々に頼みに来るならば、ハリスンに投票してやっても良いと語った。ハリスンは答えた、あの犬畜生に伝えてくれ。たとえ奴が大統領になったとしても、奴と話す気はないと。 投票の結果、ハリスンは一票差で敗れたが、同郷の同僚議員と口も聞かない、上院議員との評判はその後も残った。ハリスンは財政委員会に勤め、1933年から1941年まで委員長を務めた。第77議会中は上院会議,議長を務めた。また、保守連立を支持した。ありがとうございます。